やん。ダメこっち。わかるでしょ。向こう向こうね、はい、あの早稲田のお兄ちゃんのとこからボール飛んできた飛んできた、はいはい、ボール取るっつって取るっつって、みんなこれでいいか、これでいいか、ちょいちょいボール向こうだぞ、向こう向こうだぞ、はい、これでいいか、いいか、みんな、これ違うって違ってないか、このチームないか、東村山ないのか、これ今のでいいか、いいよ、はい、キャプテン、はい、キャプテン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 、体当たるスペースあるから前からあれあれどこ当たるこいいよ前まだ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 前向いとけっつどこ当たるこれだったら顔頭当たるだろスペースないんだよなそしたらイケメンブサイクになるだろ、はい、なそうだ体で止めなきゃいけないだろなこうやったらこうやったら止めるとこあるかだから、なるべく、なるべくなら整体して止めていただきな、こういうはい、わかるそのためにはどうしたらいいかね、一番いい姿勢がいいあるみんな相撲見たことないっていう人相撲見たことあるだろないかない相撲、お相撲見たことないないかでも相撲知ってるよな、相撲やったこともあるか、そうかいいか、相撲で四股おそばさんしこってるのと思うんだよね、こうやってやるだろやるよね、見たことあるだろ見たことあるだろあるだろな、この体勢がね、ボールを取る時の基本的な体勢だちょっとやってみようか、教えてるわはい、立って五区は一続きまして、プロ野球 OB クラブ会長公益社団法人全国野球振興会理事長八木沢総六様にご挨拶をいただきますよろしくお願いいたします、ただいま紹介を預かりました八木沢でございます、この飯舘村が被災にあって7年という月日で逆にこれだけ発展していったと復興してきたんじゃないかなというふうに思っておりますまだまだいろんな面で復興のあれがあるというふうに思いますがこれからまた苦労があるでしょうけども村のため県のために頑張っていただきたいと思いますこれ野手陣若いですからこれ月陣です月あっ月陣だよ大丈夫だよ大丈夫かおい止めてください野手陣止めてください大丈夫行くの行くのドラオですかじゃあ満を持して売り上げていただいた気をつかるなねえバッターボックスに立ちました打った
ってほしいですよね。ボールがこっちまで飛んでくる。いや、多分ギリギリ見えないんですよ。ですね。ホームラン打ってほしいですね。多分晴れてたらホームランだったはずです。はい。私たちのところから見えないけど。内藤さん、ホームランお願いします。もうすぐ気がかりになってきましたね。ギョーさんだったらギリフトだったんじゃないですか。うん。どこに行きました？スタンドですか？スタンドに入りましたか？スタンドに入りましたか？今レフトスタンドですか？レフトスタンドに入ったんですか？見えないんですけど。レフトスタンドに入った。あ、ほらケンさんに怒られちゃって。あれが死ね。大きく飛ぶんじゃないかなと思いますけど、何かアドバイスが出てるようですね。それこそね、またホームランなんか見てみたいですよね。もう言ったら、これだけ続かしても、みんな皆さんプロ野球 OB の皆さんですから。はい。そういえば今日ホームランっていうのは見たことない。まだ出てないですよね。まだ出てないですよね。ここで一発お願いしたいですね。じゃあお願いしたらどうですか。石井さん、ホームランお願いします。あ、違う人に感じしてるけど。あ、写真撮ってますね、小田さん。こういうの指定関係はわかるんですけれども、試合中なんで子供が真似するとあれなんで。ホームラン走んなきゃダメだよ。来ましたね。そうだね。はい。あ、なんか口の中に何か。え？何口の中に？口の中ですね。すごいですね。いろんな技を見せ